そうか、ソニアが寝返ったか。はい。やはり一度人間になれたものを魔に戻すことは無理だったか。奴の父のようにもっと早く殺しておくべきだったか。来たか。ボーデル、今なんて言ったの？聞かれてしまったか。あんたが父さんを殺したの？だったらどうしたというのだ。ふざけやがって、人の命を何だと思って嫌がるんだ。許せねえ、絶対ぶっ殺してやる。もう後がないぞボーゼル、お前の野望もここまでだ。ふん、虫けらの分際で。ボーゼルよ、よくぞ我が帝国のためにアルハザードを復活させてくれた。ありがたく使わせてもらうぞ。何を言うか、アルハザードは我が手にあるのだぞ。その剣を握っていられるのもあと少しの間だけだ。アルハザード、面白い。儀式の疲れも癒えた今、人間ごとき取るに足らん。アルハザードの力その身で味わうがいい。いでよ我が下僕どもよ。すごいや、一度にこれほどの魔物を召喚するなんて。いたか、これぞ魔剣アルハザードの力。人間ごときが勝てるものか。忘れてもらっては困る。我々にはラングリッサーがあるのだぞ。笑わせるな。光の末裔の揃わぬラングリッサーなど生くらな剣に過ぎん。我々の力が光の末裔に及ばぬかどうか、その身で確かめてみるがよい。ならば見事ここまでたどり着いてみるがいい。おとなしく闇に帰れ。負けるわけにはいかない。灼熱の炎で全てを飲み込め。このベルゼリアの最深部に到達できたことは褒めてやる。だがここは侵入者を撃退するための間。お前たちはここに足を踏み入れた時点ですでに敗北しているのだ。さあ我が下僕どもよ、思う存分奴らと遊んでやるがよい。
先行よ、ほとばしろ。たける炎の力よ、人間の力。夢を見せてあげる。我が敵を撃て。人間のためとは言わないけど、灼熱の炎で全てを飲み込む。まだまだ。私の美しさは永遠に。我が命に従いその姿を現せ。ボーゼル様には近づかせない。我が敵を撃て。我が敵を撃て。
我が敵を撃て。これ以上は消えて行く。私に盾つくとは身の程知らずが。我が敵を撃て。愛する娘と妻のためにも世を乱す奴は生かしておけん。かの者たちを癒したまえ。炎で全てを飲み込め。
な。まさかここまで来るとはな。しかしこれより先に進むことは貴様らの死を意味する。それはどうかな。ここまでたどり着いたのは褒めてやろう。だが、他の者たちを癒したまえ。私が よくも今まで人間を憎んでいたのはソニアの方。もっとも貴様そのせいで。もう一つ教えてやろう、人間とは。竜巻となれ。
これがアルハザ。ボーデル。アルハ。俺は。虫けらが渋といやつらだ。人間ごときがこれほどまでやるとはな。ラングリッサーの力のせいか。果たしてそ、この世から消え去るがいい。坊主、なぜだ、なぜこうも私の野望が、なぜだ私が人間ごときに。人間をなめるんじゃねえ。確かに俺たち人間は愚かで弱い生き物だ。だが人間にはどんな苦境からも立ち上がれる希望がある。自分を信じ支えてくれる友がいる。夢を分かち合える友達のいないあんたには分からないことでしょうね。信じぬ、信じぬぞ。私はまだ負けてはいない。アルファザードよ、今こそその力を我に。なんだ、体が溶けてゆく。魔力が剣に吸い取られ、なぜだアルハザードよ。アルハザー、一体どうなったの。儀式で疲労した体がアルハザードの力に耐えられなかったのだ。愚かな奴め、無理に力を解放しようとして逆に剣に吸収されるとは。バカな奴め。よし、これで闇の脅威はなくなった。あとは大陸を統一するだけだ。ラングリッサーにアルハザード、この剣の力があれば大陸の統一は叶ったも当然だな。大変です、レオン様。どうした、レアード。光の末裔の残存部隊に二人の巫女を連れ去られてしまいました。申し訳ありません。ディアナとラーナオか。まったく、意外としぶとい連中だね。それはまずいな。あの二人がいなければ再び魔剣を封印することはかなわぬ。せっかく解いた封印をもう一度するの。そうだ、大陸を統一できれば闇の力を持った剣など不要。悪用を避けるために封印し、存在自体を消さねばならん。そのためにラングリッサーを手に入れたのだからな。強大すぎる力を持つ者は戦乱を招く。それは今までにも何度となくあったことだ。我々帝国は
同じ歴史を繰り返す愚かな真似はしない。ともかく、二人を取り戻さねばならん。それも早急にな。わかった。とにかく急いで立とう。調子が良かったみたいだ。だってやってやるよ。私が力押しだけではないところを。これでもっといろんなことができるぞ。闇の王子ボーゼルは倒れ、世界に闇の興味が迫ることはなくなった。だが、未だ光の末裔の抵抗は続く。闇の王